どうも、東海釣り三昧です。今回はね、キスの投げ釣りの投げれん飛距離をね、より伸ばすための投げれん、投げよう練習法で、今までね、まあ僕大して飛距離出ないんですけど、最近はもう 7.5 色とか、一時ね8色超えできたんですけど、最近ちょっと超えれなくなってきて、で、まあその超えてた時の練習法は、こういうね、棒にこうやってゴムつけて、これ鉄の棒ね、よくなんかラック、こう縦にラック、ここにさ鉄の板つけるラックの足をさ一本拝借して、でリールフットになるように、なんかこう足つけて、おっと、でここにね、こうやってゴムつけて、でこれを柱とかに引っ掛けてね、投げる動作をやって筋トレしたり、こうやって、あと釣り竿の先端にこういうボンボンをつけて、でひたすら振り続ける素振り、ちょっと負荷かかるようにしてみたり、こんな感じでこうやって毎日素振りしてます。あと、まあ動画内では紹介したことないんですけど、まあ普通にこれなんかナイロンのロープ、これまあこれだったら当たってもね痛くないんで、もしも仮に人に当たっても、絶対当てちゃいけないんだけど、てか人がいるようなところでやっちゃいけないんだけど、まあこんなんでね、実際に広場で投げ練してみたりとかしてたんですけど、まあこれはね今でもしてます。まあ他も全部今でもするんだけど、雨が降ってるとね、この辺は濡れちゃうとできなくなるし、これもね泥がついちゃうと重たくなっちゃう。これ今一応 120g ぐらいにね設定してあって、うわ砂すごいな。投げると、実際飛ぶ距離としては 30m ぐらいかな。思いっきりフルキャストしても 30m ぐらいのところに落ちます。でまあどっちもね、雨上がりとかでグラウンドがぐちゃぐちゃとかだとできない日が続くと、やる習慣がなくなっちゃったりして、そのまま1週間2週間やらなくなっちゃったりとかね、あったりとか、あとこれもね、まあこれもさすがに家の中で振り回せないので、雨が降ったりするとね、屋根があるとことかじゃないとできないし、まあ僕の場合庭でやってたんですけど、庭に屋根がないので、雨だとやらなくなっちゃうと。まあそんなこんなでね、もっと家の中で手軽に毎日絶対欠かさず、毎日はやらないんだけど、まあ、ちょっときつめのね、筋肉痛になるぐらいの筋トレをね、投げ専用の筋トレを、まあ、紹介するほどのものではないんですけど、まあ、最近ね僕が割と毎日のようにとか1日おきぐらいに、まあ、筋肉痛になるんで1日休んで、でまたやって1日休んでみたいな感じでね、割と毎日トレーニングできて、おちょっとこれだったらね、まあ、足腹筋、まあ、この腹斜筋っていうのかな、腹筋とかこの腕のこの名称は知らないや、引く時のこっちの腕と押す時のこっちの腕と、まあそれをね全部いっぺんに鍛えれる筋トレ方法、投げ専用の筋トレ方法をね、最近自分で実践してみてるので、まあ、それの成果は今シーズンまだなってないんで分かんないんですけどね、とりあえず釣りに行けてなくて他に紹介するものがないので、今回はねそれを紹介しようかなと思います。それではね実際にやってみたいと思います。まあ、こういうね壁の開口部、ドアとか、まあ、家の中にどっかしらこういうとこあると思うんですけど、まあ、今回はねここを使ってやります。まあ、ここだったらもう道具何もいらないんで、でまあ僕の投げ方だと横振りなんで、割とこんな感じで、ここで力が一番かかってうんって振り抜くイメージなんで、ここで一番負荷がかかる場所でここの位置に持ってくる、壁のここに右手置いて、反対側に左手かけて、この状態からまあいつもはこんな言わないけど、まあ、こんな感じで何回も、まあ、ずっと持続させてもいいのかもしれないけど、まあそれはどうなんだろうね、ちょっと筋トレの専門家じゃないんで分かんないんですけど、まあ、そんな感じで
ってやってると、この引く時の腕のここと押す時のこの肩っていうかなと肩甲骨ら辺と、まあ、立ち位置で全然変わってきますけど、負荷がかかる場所が。んで、あのこの腰回り、腹筋から腰回りと足太ももでふくらはぎかな、もう全身使うところ結構疲れるんですよこれ。壁全く動かんし、まあ、壁破壊しないようによっぽど大丈夫だと思うけど、こんな押すぐらいじゃこう叩くと割れるけど、手かけて上で押すぐらいじゃよっぽど割れないと思うんで、多分まあ心配だったら柱が、まあ、柱に近いところでやればいいよ。で縦振りだとまた違うと思うんで、ちょっと体の向きを開口部とまっすぐにしてみて、開口部とねまっすぐにして、で手を置いて、で下を置いて、まあ、引き戸だったらもうちょっと狭くしちゃって、で立ち位置調整しながらこう前に、はい、私はね最近こんな感じでトレーニングしてます。ということでね、今回はね僕の最近やってる投げ練の紹介だったんですけど、やっぱりね投げ方とか、足の運び方、テクニック、飛ばす時にこの力をかけるタイミングとか、そういう技術的な部分もいっぱいあると思うんですけど、絶対的に筋力っていうのは間違いなく必要だと思うので、まあ、このね指のリリースタイミングとかもねやっぱり重要かなとは思うんだけど、まあ、絶対的に必要な筋力をねどうやって効率的に鍛えるか、まあ、最初はねこう押す時のね力をつけるためにね腕立てやって、で引く力つけるためにこう懸垂して、でこうねじるトレーニングして、この腹回りとか足腰鍛えてみたいなことやってたんだけど、まあ続かないと楽しくないし、まあでもこの投げ練、この投げ練だったらイメージトレーニングもできるし、なんかこうワクワクしながらトレーニングできるっていうか、で割と次の日結構本気でね、これを10回を本気で3セットとかやると、結構次の日筋肉痛になるぐらいねパンパンになるんですよ。なんでまあこれをね続けていけばね、ある程度必要な筋力だけは鍛えれるかなっていう、まあバランスが悪くなってくると思うので、まあ、左側もやっとくとか、まあ、ちょっと他のトレーニングもねちょっと軽くやっとくとかした方がいいのかもしれないですけど、まあ、とりあえず今回はね、家で簡単に道具も使わずに、まあ、ドアの開口部は使いますけど、まあ、道具を使わずにできる、僕なりの投げ練の紹介でした。こんな動画にね、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。